ハリー・ハモンド・ヘスは、アメリカ合衆国の海洋地質学者、海洋科学者。1906年にニューヨークで出生。1927年に電気工学専攻のため、イエール大学に入学し1927年に理学博士を取得し、同大学を卒業。その後は、地質学研究に変えて、ローデシアで地質学者として探検を2年間した後、 プリムストン大学の大学院で博士論文でバージニア観覧岩の研究を始めた。1932年から翌年までラトガース大学の講師をした後、ワシントンにある地球物理学研究所に調査員として1年在籍した。その後はケンブリッジ大学などの客員教授に就任した。九百六十年代からロバート・シンクレア・リーツと時を同じくして、 海洋帝拡大説を提唱した。全米科学アカデミー議長在任中の1969年、マサチューセッツ州で開催されていた宇宙科学会議に出席中に心臓発作で死去。アポロ11号が持ち帰った月の岩石の分析に着手する矢先の出来事であった。墓所はアーリントン国立墓地。ヘスは第二次世界大戦時にアメリカ海軍に 海軍士官として従軍し、アセス・ケープ・ジョンソンに乗船し、フィリピン海港で、ケープ・ジョンソン海復し、1946年には、行を発見した。行という名前は、アメリカの地理学者のアーノルド・ヘンリー行にちなみ、ヘスが命名。ありがとうございます。